どうも、くまです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもと違う場所で撮影をしています。実はですね、引っ越しをすることになりまして、でそれにあたってですね、この賃貸の床がですね、もうちょっと自分好みの色だったり質感にしたいなと思いまして、今回ですね、DIY でクッションフロアを自分で敷いてみてですね、部屋のインテリアっていうところをアレンジしていきたいと思います。でクッションフロアですね、今結構皆さん敷いてる方多いと思うんですけど、僕も動画見たりしたんですけど、やっぱりちょっと大変そうだなっていうところがあったので、まあ今回自分でもやってみて、そういった大変さっていうところだったり、こんな風に変わるよっていうところを皆さんにご紹介できればなと思ってます。ということで、クッションフロアのセルフ DIY、頑張ってみます。はい、これから貼り付け作業していきたいと思います。で、事前にですね、こんな感じで各それぞれの部屋の長さなんかを測ったりしています。この長さに合わせてクッションフロアを購入したので、これを貼っていくという作業になっていきます。はい、今回用意したものはですね、クッションフロアとその他のパーツなどはこれからもうちょっとしたら届く予定なんですけども、その他にはハサミ、これ強力なハサミの方がいいですね。布とか結構文房具売り場とかホームセンターとか行くと厚手の布だったり金属も切れるようなものも売ってるので、こういったハサミだったり、あとは、まあ、測るのにメジャーも必要ですね。そして、この養生テープ。床にまずこの養生テープを貼って、その上に重ねて両面テープを貼ります。そして、その上からクッションフロアをかぶせるっていうような作業になっていきます。はい、最初にですね、まず床に養生テープを貼っていきます。これはクッションフロアを固定したい部分の養生ですね。部屋の隅から隅まできちんと貼っていきます。で、こういった感じでちょっと角があるところっていうのは、その角に合わせてしっかり養生テープを外側に貼っていきます。で、床にホコリがあったりすると養生テープがしっかりくっつかない場合があるので、あらかじめ掃除をしておく方がいいと思います。ということで一周貼り終わりました。続いてクッションフロア同士の継ぎ目になる部分にもしっかり貼っていきます。僕が購入したクッションフロアは182センチのものでしたので、そこの長さを測ってしっかりここにも貼っていきます。で、今回はですね、部屋の形が横幅なので縦にクッションフロアを敷いて部屋を広く見せるような敷き方をしていきます。そして次に両面テープを同じところに貼っていきます。で、両面テープが誤って床につくと剥がす際に跡が残って原料復帰が難しくなることがあるので、ここはしっかり養生テープの上に貼っていくようにしていきます。ここからも同じ作業をひたすら繰り返していきます。はい、ここでクッションフロアが届きました。めちゃくちゃ重いですね。で、一緒に頼んでいた専用の施工道具も届いたので、午後からは続きをやりたいと思います。はい、切り終わりましたので、今度はそのカットしたフロアを部屋に完全に合わせていく作業になります。先ほど養生テープを貼ったところのラインにクッションフロアを合わせて、片方はフロアの端にぴったりと合わせます。そしてもう片方はこのような感じで壁に遊び部分を沿わせておきます。
ここで購入したカッターを長さ調節セットしていきます。はい、では実際にカットしていきます。この時壁と床の角をしっかりと押さえて強い力でカッターを動かしていきます。で、専用カッターの構造上端は切れないようになっているので、最後は小さいカッターやハサミで落としていきます。こんな感じで綺麗にまっすぐ切れてますね。という感じで1枚1枚繰り返していきます。やっぱり印象はだいぶ変わりますね。で、こういった細かいところもあるんですけど、そういったところはもうハサミであったりカッターでフリーハンドでどんどん調節をしていきました。慣れてくると結構大胆になってきますね。ここはクローゼットの扉の形に合うまで何度も何度も調整をしていきました。はい、できました。このようにクローゼットの扉もしっかり動いていい感じになりましたね。ということで寝室の型取りが完成しました。同じようにリビングの方もやっていきます。で、この日は朝から作業していたので夕方になるにつれて徐々に疲れが溜まってきましたね。疲れが溜まってくるとこういった失敗もやるようになってしまいます。まあ後で継ぎはぎすれば大丈夫っていうような感じですね。ということで夕方になってきたので、この日は一旦作業を打ち切って明日につなげることにしました。はい、そして2日目ですね。型取りを全て終わったので、いよいよ両面テープを剥がして実際にクッションフロアを貼っていく作業になります。まあ、僕一人での作業だったので慎重に行い、端の方だけまずテープを圧着させて、そして反対側もテープを外してフロアをコロコロと回していくとしっかりとついていきます。というような感じで同じ作業をどんどん繰り返してクッションフロアを貼っていきます。いいですね、綺麗な感じでできています。で、こういったフロアとフロアの継ぎ目がですね、線状になってるんですけれども、こういったところは圧着のローラーで少し押してあげると自然な感じで馴染んでくれます。遠くから見ると全然気にならないような感じなのでいいですね。こういった細かいところがあるとかなり難しかったですね。もうここは最後の方なので感覚で自分のフリーハンドでやってしまいました。はい、こんな感じでだいぶ手作り感あふれてるんですけど、まあ、これも自分で作った味が出てていいですよね。
こんな感じでもしクッションフロアの型取りを失敗したりしても後から継ぎはぎでつけることができるので大丈夫です。でその際はなるべく継ぎはぐところの色を合わせると自然な感じになります。違和感がなくなった方がいいですよね。こんな感じで埋めていきます。ローラーを使うともっと自然になりますね。はい、ということで最後の1ピースを入れて、はい、長かったですが全て完成しました。大満足の出来です。はい、ということでですね、今無事に作業が完了しました。いやーちょっと長かったです。正直ですね、やっぱり大変でしたね。まあ、今回はですね、1日目半分妻に手伝ってもらったんですけれども、それでも今2日目、まあ、最後の1時間作業をしてですね、合計で8時間かかりました。結構夕方から夜になって今照明もない状態なので、ビフォーアフターっていうところがちょっと比較できないかなと思って、2日目の明るい時間に作業を終わらせるっていう形にしました。いやー、いろんな方がですね、皆さん動画で紹介している様子を見たりはしていたので大変だなとは思っていましたが、やってみるとやっぱり大変だなっていうのが正直なところでした。やってみる前はいろいろ長さどうなのかなとか大変なのかなとか不安な部分あったんですけど、1回目の工程をやってしまえばあとは繰り返しっていう感じになるので、1回目さえ通り越してしまえば結構楽しかったですし簡単ではありました。ただ時間的にはやっぱり余裕を見て作業した方がいいかなっていうのが今回の印象でした。で実際ですね、今回引いたクッションフロアなんですけれども、仕上がりがこのような形になりました。今回使ったのは 1.8 ミリという厚さのクッションフロアなんですけれども、ただ 1.8 ミリってそんなに厚い方ではないとは思うんですけれども、実際立ってみると結構ふかふかっていう風な印象があって、すごく歩きやすいですし温かみをやっぱり感じますね。やっぱり賃貸で元々のフローリングだとどこかヒヤッとした印象があったり傷つけてしまうのがやっぱり怖いので、こういったものを敷くっていうのもすごく安心しますし、何より自分好みの床にできる、まあ、質感だったり色だったり、そういったところが本当に満足度が高いなというふうに感じました。実際ですね、作業する前の床と比べてみるとどうでしょうか。部屋の印象ってだいぶ床で変わってくることが分かりますよね。まあ、いろんなメーカーさんから本当にたくさんカラーリングが出てると思うので、そこはご自身で好きなものを選べるところが魅力だと思います。まあ、今回ですね、紹介したクッションフロアは概要欄にリンクを貼っておりますので、まあ、こんな感じの色味だったりこんなことができるんだっていうような感じで気になった方はチェックをしていただけるといいなというふうに思っております。で今回ですね、実際やってみていくつか注意した方がいいなっていうポイントがあったので、それもちょっとご紹介します。必要な道具ですね。これ実際購入したものなんですけれども、こういったロール状になっていて、これもほとんど使い切った分なんですけど余った分ですね。でこれがですね、男性が持っても結構重いです。今回ですね、リビングと寝室2部屋クッションフロアを引いたんですけれども、20メートルありました。20メートルでこの束で来た時は正直かなりというかめちゃくちゃ重かったです。なので女性1人で20メートルとかだと結構、まあ、10メートルでも結構重いかもしれないですね。まあ、長さをきっちりこういった感じで測って下見をして、でその分必要な長さを購入したんですけど、これぴったりの長さを買ってしまうと絶対足りなくなるので、まあ、それぞれの販売サイトにも記載があると思うんですけど、どうしても工程上カットが必要な形になるので、ぴったりの長さを買ってしまうと絶対に揃わないんですね。失敗してしまうので、まあ、必要な分プラス15センチ20センチは必ず余らせておいた方がいいです。でなおかつ失敗してしまったり何が起こるかわからないので、余分な分を見ておいた方がいいですね。まあ、1000円2000円でも高くてもいいと思うので、やっぱり多めを買っておいた方が後々のためにいいと思います。結局足りなくなってなくなってしまったら、またその分を購入して後からやり直すっていうことをしなければいけないので、多めを買っとくに損したことはないです。で、まあ、今回リビングと寝室だけだったんですけども、このぐらい余ったので、まあ、余った分は廊下だったりウォークインクローゼット、あとはトイレの中にも今回ちょっと僕はやってみようかなと思ってます。これもしっかり使えるような感じですね。でそして道具関係で言えば、こういった小物類、これもですね、必ず購入しておいた方が僕は間違いなくいいと思います。まあ、なくても正直できないことはないんですけど、あった方が絶対的に楽ですし、作業効率スピードも段違いに多分違うと思います。でこういったものがないとまっすぐカットするっていうのもかなり困難な作業になると思いますし、まあ、こういった施工道具は2、3000円で揃うので、こういったものも買っておいた方が絶対的にいいと思います。
でなおかつあのクッションフロアと同じようにこういった養生テープや両面テープもかなり多めに買っておいた方がいいと思います。僕も今回計算はちゃんとしたつもりなんですけど、ここの部分が最後養生テープだったり両面テープが足りなくて他のところから間引くっていうことがあったりしたので、まあ、当日慌てないためにも多めに買っておくことはしたことないっていうところですね。その道具面の購入のところだけ気をつけた方がいいなっていうふうに思いました。でまあ、そういった道具面の部分とあとはですねしっかりできる時間を確保して作業した方がいいと思います。今回長さ20メートルのものを買ってリビングと寝室2部屋をやったんですけれども、まあ、それでもつまり手伝ってもらって8時間っていう時間がかかったんですね。まあ慣れてればもっと早くできるとは思うんですけれども、やっぱり初めてやるとどうしても容量が悪いので、そういったところは時間をしっかり確保して、まあ、お休みの日とかにやってもらうのがいいかなというふうに思いましたね。という感じでクッションフロアの張り替え作業プチ DIY の模様をお伝えしました。はい、ということでですね、このクマログではこれからもライフスタイルやガジェット、ファッションに関しての発信をしていきます。まあ、今日の動画が参考になったよ、面白かったよという方がぜひチャンネル登録もお願いします。高評価ボタン、いいねボタンも押していただけるとありがたいです。ということでまた次回のクマログでお会いしましょう。疲れた、バイバイ。